今日のスバ。ようこそ死後の世界へ。あなたはつい先ほど不幸にも亡くなりました。短い人生ですが、あなたは死んだのです。私の名はアクア。日本において若くして死んだ人間を導く女神よ。あなたには2つの選択肢があります。ゼロから新たな人生を歩むか、天国へ向かうか。ただあなたゲームは好きでしょ。日本では引きこもりのゲームオタクだったみたいだし、今とある世界では魔王の軍勢によって平和が脅かされてるの。肉体と記憶はそのままに、その世界へ送ることもできるわ。え、送られても殺されたら意味がないですって？だから大サービス。異世界へ送る際に何か一つだけ好きなものを持っていける権利をあげているの。強力な武具だったり、とんでもない才能だったり、異世界に持っていけるものなら何でもよ。さあ選びなさい。あなたに一つだけ何者にも負けない力を授けてあげましょう。まあどうせ何を選んでも一緒な気はするけど、ヒッキーニートには別に期待してないし。ねえ早くして、他の使者の案内もあるんだから。で今、え、私、待ってよ。いや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 、嘘でしょ。おかしいわよ、女神を連れていくなんて反則だから。向こうよ向こう、魔王討伐なんて無理なんですけど。いやー、こんな男と異世界行きなんて。いやー、なんてこともあったな。まるで昨日のことのようだ。カズマ、何を笑っているんですか？ちょっと昔を思い出してたんだよ、アクア。思い出を懐かしむのはいいが、今やることではないと思うぞ。そうか？今こそ懐かしむべきだろう。大事なものって失って初めてわかるんだな。アクア、大丈夫だ。お前がいなくても俺はこの世界で強く生きていくよ。諦めないで、もっと頑張ってよカズマさん。今回は自業自得ですよ。アクアが調子に乗って魔法でモンスターをおびき寄せたからそうなったのです。だって一箇所に集めてメグミンの魔法で倒してもらえば、私はカエルに近づかなくて済むと思ったんだもの。モンスターの体液でヌルヌルになるなんてめったにない体験。アクアだけずるいぞ。人のピンチを特殊プレイみたいに。カズマじゃん。しょうがねえな。